チーズともちゃいです。あなたの夢、そして私の夢が走ります。私の夢はそう、ラルガコロシアム制覇です。ということでね、前回予告しました通り、対戦モード用のポケモンをみんな100レベルにするっていうことをね、裏作業でやっとやってきたので、紹介していきましょう。この、チームガキ塚2軍をね、旅場でやってきたね松本たちはちょっとね、種族値とじゃなくて個体値とかが低すぎて、正直相手が強すぎて勝てないと思うので、まあ新たにね努力値配分とかちゃんとやっといたこの2軍で、やっていきたいと思います。もう名前からにして明らかにねガキ使いで出てくる人たちばっかりですよね。もうカツオは除いてだけどね、もう蝶野とかヘイポーさんとか、あとこのねダウンタウンの元マネの、藤原さんとか、ジミー大西、わざわざ2人を分け、1人なのにわざわざ2人に分けるっていうね、名前が長いからこうさせていただきました。というわけでね、まあ、まずはポケモン紹介していきましょうか。ジミー大西のジミー、スイ君、こいつが、テレアな性格だったんで、まあ、この3世代ならではのセオリーの育て方をしました。瞑想で積んで冷凍ビームとハイドロポンプで攻撃で、ピンチになったら眠るとカゴの実で、回復して持久戦に持ち込む戦法で、もう一人のジミー大西の大西ライコで、おっとりな性格で防御がめちゃくちゃやばいことになっていますね。で、特攻が上がる性格なのにやっぱりなんか低いです。特攻が低いんだなこいつ。まあもともともっと高くてもいいんだけどね、この性格なら。で、まあセオリーですね、こいつの育て方も。リフレクターで壁を張る。まあリフレクターを使う機会はほとんどないかなと思いますね。基本的に瞑想と、10万ボルトとかでしょうか、そういった感じですね。さあ3体目、藤原かっこオス、まあ男だからなんですけどね、このメタグロス自体が性別不明だからあえてオスって入れただけです。特に深い意味はありません。こいつが防御がめちゃくちゃ優秀ですね。まあ種族値的に言えば攻撃の方が高いんですけど、結果的になんか防御の方が高くなっちゃいましたね。まああれですね、元からこういう感じで優れているので、攻撃防御ともにね、で素早さがちょっと低いので、それを補うために高速移動を覚えさせました。あと一度しか使えない地震の技マシンはこいつに使いましたね。なんかこいつにとりあえず地震を覚えさせたいっていうのがあったんで、あとはシャドーボールを誰にすかなって悩んで、で他のポケモンとの兼ね合いでヘドロ爆弾にしました。まあコメットパンチはセオリーですね、普通に。あ、まあなんていうのかなメインウェポンですね。はい、というわけで4体目ヘポオス、はい、と言いつつね、実はミルタンクメスなんですけどね、ミルタンクはメスしかいないからね、まああえてヘイポーさんにもねオスってのをつけました。まあミルタンクの能力で優れているのはやはり防御ですね。そして素早さ、この高い素早さから繰り出される、毒毒プラス守るの戦法、これを使い合わせていきたいと思います。まあのしかかりだけだと、ゴーストタイプ出た時がやばいんで、まあシャドーボールも入れました。まあこのためなんですよね、メタグロスが。まあシャドーボール覚えれなかった理由はここにあります。とりあえず、まあ、防御っていうのか物理で攻めてくるやつに対して、使う感じですね。さあ蝶野、あのビンタがすごい蝶野、やばい、なんか似合うなって思ってバンギラスにつけました、その名前をね。まあ素早さがね、相変わらずねバンギラスは低いので先制の爪を持たせました。で、技はバランスよく両刀でいきます。地震と岩なだれが物理、噛み砕くと冷凍ビームが特殊ですね。この時期はね、タイプによって技の、なんていうのかな、物理とか特殊とか決まってるんで、だからどうしてもね両刀になるポケモンが多いんですよね。本当だったら藤原もね再起ね入るはずだったんですけど、あえて捨てて全部物理にしたりとね、結構大変なんですよ技整えるのって。今だったら思念の頭突きとかが使えるじゃないですか。それでね、しかも同じエスパーでも物理特殊って分かれたりするんですけど、3世代はそうはいかないんですよ。だからこういう分け方しなきゃいけないんですよね。で残り、はいカツオ、まあまあ、あのストーリーでも唯一活躍してくれているこのカツオくん、まああの時と同じですね。
バトリアマンの時と技構成といい、攻撃がやっぱり高いのでそれを活かしたいのでね、こだわり鉢巻きにしました。この時のこだわり鉢巻きって攻撃と特殊どっちでも関係ないんですよね。あのこだわりメガネがまだなかった時期なのでね。というわけで今回はこの、ジミー、大西、藤原、ヘイポース、チョウの活動の6体でいきたいと思います。それでは、一旦リセット。さあというわけでラルガ・タラガワ・コロシアムを始めていきましょう。まあルールは通常の Wi-Fi のルールとそれほど変わらないと思うので特に確認する必要はないですね。でシングルバトル用に育ててあるのでシングルで、さあ行きましょう。第1戦目、先生シュリン、もうちょっと下の方見えないとな、困るな。ひでえやつだな。さあ先発何来るか、大抵はわたっこなんですけどね、来ない時もあるからな。一応ねわたっこ対策でジミー入れといて、藤原入れといて、ブラッキー対策としてヘイポー。さあどうだ、特にねブラッキー対策として入れたのが毒々やってしまえばね、影分身とか怪しい機械とか使ってくるんですけど全然そういうの関係なくなりますからね。さあということで卒業試験に挑みましょう。まあ1戦目なんだけどね。キューコンか、向こうの方が素早いんだよね。なんとか自分に攻撃しないでくれることを祈るだけだね。どうだ、こいつは、このシュリンっていう人は大抵ねこうやって混乱させてくるんですよ。混乱とか状態異常狙いですね。あーしかも外れるっていうさ、まあ、オーバーヒート全然効かないからいいんだけどさ、耐久すごい高いですからねこっちは。白いハーブがあろうとももう関係ないよ、こっちが勝ちな決定なんだよ。ちゃんと攻撃さえしてくれれば絶対勝てるんだよ。ちゃんと攻撃してくれれば絶対勝てるんですよこっちは。ピンチになっても眠ればいいんだから。ただし眠っても混乱は回復しないっていうね、最近知ったんですよこの情報。実は僕知らなかったんですよそのこと。眠れば全部回復すると思っていました。絶対なんか壮絶な勘違いっていうやつですね。まあてか最初に瞑想しちゃえばよかったかな、そこが失敗だったね。 OK、これでもう終わりだ。よし、違うね、やっぱツムト強いんだよねこういうのって。ミロカロス、こいつマヤピカかな。せっかく積んでるからもうちょっと積んでハイドロコンやるか。よし、さあまあいろいろとねポケモンの戦法って世代が変わることにね、環境が変わるとかだったりするから忘れることあったりしますよね。なんか効かないなとかさ。2世代だとゲンガーに対して自信が効いていたのか、3世代になって急に効かなくなったとか、まあそういうねいろいろ勘違いしてしまうところとかありますよね。ポケモンあるあるですよ。あーやばい、あでも眠るがあるか、こっちは眠るがあるからな、まあある程度減らされたらねあれすればいい、眠ればいいんだから。眠りはちゃんと、あ眠りはじゃない、毒は眠りで回復できますから、そこは問題ないね。うん、シャレ落ちですね、何の意味もないね。とりあえずこっちが混乱をね直してくれることを祈る。ダメかな。ほんまな、あれでも巻きつく、毒々、怪しい光、これそんな大した攻撃技ないのかこいつは。だがここでそろそろ混乱直ってくれないときついな。お願い、なあもう期待裏切んな。いやお笑い芸人だからってさ期待裏切ればいいもんじゃない。あーそう、連続で自分攻撃にはかなわん、さすがに無理。無理です、無理です絶対に。
もう運悪いわ。最近こうだよね。最近の自分こうだよね。なんかすごく運悪いね。独特で、まあお返ししてやるか。まあね、これが一番ですよ。こういうやつにはね。どうせ特性シンクロじゃないでしょう。こいつって確か、なんだっけな、不思議な守りだかなんだかだよね。うん。鱗か。忘れた。忘れたけど、確かそういう特性でしたね。というわけで、混乱させられたから藤原と交換。さて、毒毒はもう藤原になってしまえば効かないのでね。何の意味もないね。いや、何の意味もないよね。さあ、どうしよう。どうせ素早さで勝てるから。え、自信でいいや。あ、え、そう、負けてんの。いや、いいんだけど、治るから。治るからいいんだけど。こっち、そんな素早さ遅かったか。やばいな。どんだけ遅いんだよ、お前。効かない。全然効かないな。さすがだわ。でも、こうやって削っていかないと、こういうやつって倒せないんですよ、正直言って。あ、次巻きつくやってくるかな。巻きつくか自己再生やってきそうだな。やばい。よしよしよし。もう大丈夫だ。これで絶対先制攻撃できるわ。あ、これ倒れてくるの待つのもいいかな。どうだ。ですよね。全然ダメだな。あ、やっぱ使ってきたか。まあいずれはその自己再生を超える毒のダメージが当たることでしょう。無意味だね。これこういう相手は嫌いなんだよね。本当尺稼ぎだから。尺稼ぎでしかないから嫌いなんだよね、こういうのって。アタッカーとかでね、思い切って早く決着つけてほしいな。こういうの本当に嫌いなんだよ、俺本当こういうの嫌いなんだよな、相手としては。あんま戦いたくない相手ですね。でも確かこういうやつって1戦目だけだった気がするので、まあ最初さえなんとか頑張れば大丈夫かな。コメットパンチで攻撃力上がるかな。上がってほしいな。次のやつのためにそうやって想定した戦い方しないと。まだか。耐えるね。ここで急所。くっそ、全然だな。あれ、今の自信やっとけばよかったのか。バカしたな。まあいいや、2体目終わったから。そうなると入れ替えかな。あ、やっぱブラッキー来たわ。これはどうだ。ヘイポーかな。入れ替えよう。入れ替えて、毒毒だ。毒毒しよう。もうほんとね、夢中になって何喋っていいか分かんなくなるな。もう逃げれないか。そうか。まあね、こっちにはこれがありますから。これがありますから、俺には。私にはこれがありますから。といってもこっちもね、毒になっちゃうんですよ、シンクロっていう特性でね。まあ、避けれないけど、向こうは残り1体しかいない上に、こっちは2体いるから、明らかにこっちが有利なんだからね。もうこうするしかないわけだ。仕方ないんですよ。じゃあ死んでくれるまで待ちましょう。Come on.
オッケー。はい、そういうことか。まあ、こっちが独特で、毒にしたわけですけど、向こうが、まあ、シンクロになって、まあ、こっちも毒になるわけなんですけど、その時になった毒って、独特の毒じゃなくて、通常の毒なんですよね。なんで、その差で、早めに向こうが倒れてくれたって感じですね。そこはさすがに知らなかった。独特になるとこっちも独特になるのかなと思ったら、そういうわけじゃないんですね。通常の毒なんだ。はいはいはい。さあ、というわけで、2戦目はヤンドっていう人ですね。バンダナ野郎の。大抵、初手はね、マルマインなんですよ。マルマインがやってくるから、まあ、蝶野かな？蝶野って、ただフライゴンがやってきたときどうするかだよな。そう考えると。蝶野って砂嵐じゃないですか。だから砂嵐でいけるのって藤原とカツオだから、自動的にこの2体が入らないとこっちが不利になっちゃうわけですよ。そうなるとどうしようかな。ヘラクロス来た時だよね、問題はね。ヘラクロスとカエリキが来た時が問題なんだよ。そうすると藤原がやばいことになるし、蝶野も4倍いけるから、あ、ダメだわ。じゃあ藤原だな。これは藤原ですわ。ヘラクロス来た時のためにカツオかな。で、あと一体誰かな。スターミーだね。スターミー対策でいきましょう。大西だが、チャリは壮絶な勘違いをしていた。本当の強敵は別にいた。キノガスターが出てくれた。ありがたいね。じゃあヘドロ爆弾でいいじゃん。嘘。え、こいつこんな素早かったっけ。あれ70だよね。素早さ70速。あれあれあれ、当時スカーフあったっけ。え、スカーフないよね。あ、おかしいだろ素早さ。ちょっとおかしいぞ。思わぬ強敵キノガッサ、2戦目にしていきなり敗北。まあ、めっちゃ熱い熱いので、また やっぱり先発はまるまいんですね。予想通りでした。というわけで、まあ、残りコンティニュー回数が4回になってしまったわけだが、まあコンティニュー回数はね、どれでも5回までとなっておりましてね、その回数の中でやっていかなきゃいけないから厳しいですよ。結構中にはね、明らかに性能がチート並みだよってやつもいますからね。これよ、これ相手が弱いとこ酷評してる人もいますけどね。これポケコロナでさ、ろくに努力値をちゃんと配分できない中でやるって結構大変ですよ。さあ、大丈夫かな今度は。キノガッサがね、こいつチートでしたね。明らかに AS ぶっぱにしちゃって、なんか耐久もやたら高い気がするでしょ。なんか いろいろとおかしい。コメットパンチ、まあどうせ抜かせないでしょ。あー、惜しかったな。もう少しだったな。ここで入れ替えれないのが辛いな。ここで入れ替えたかったけど、控えがね、藤原じゃなくて、ジミー大西だからな。つまり、大西じゃダメだってわけですね。どうすりゃそんな素早くなるのかな。ちゃんと素早さ配分できないんだよな、こっちは。あ、メガホン当たんな。当たるな。そう、この防御の高さで。やっぱりあれかな、ほとんどのやつが AS ブッパーですかね。もうこっちが素早さ勝ってれば、次は眠るで回復すればいいか。スターミーか。あー、スターミーか。いや、いいや、いいや。そっか。10万ボルト絶対持ってるだろう。1回耐えれば
10万ボルトで倒せるからこっちが。よし、一回だけ波乗りなら耐えれるよね。波乗りならいいよね。一回だけ耐えろ。よし、やっぱ素早いって言ってもね、そこまでスターミーは攻撃が高い、特攻が高いわけじゃないから。よかった、今回は先発がよかった。相手のね、キノガサが出なかったのがよかった。何に警戒してんだ俺って感じだもん。これがテンプレのパターンのはずなんだよな。本当に警戒すべきやつに警戒してなかったっていうね。はあ、というわけで3戦目ですね。まだまだだな自分も。でここで先発になる可能性が一番高いのがジュカインですね。やっぱ素早いからね。そうなるとやっぱ藤原ですかね。カミクダックとかドラゴンクロー、リーフブレードとね、かなり、バランスのいい、技構成になってるんでね、結構出しづらいんですよね。でどうしようかな。サイドンがいるから絶対ジミーは出るよな。そしてギャラドス対策だよな。ギャラドスとルンパッパだよな、問題はな。なってもいいように蝶野ですかね。蝶野かな。最後蝶野出しましょう。初めての蝶野です。ビンタさせてやるよ。これこのバトル終わったら一回休憩しますか。結構疲れた。レジかよ。いやでもいいや、こっちが有利だ。まあ向こうは特防がめちゃくちゃ高いけど、こっちは物理ばっかりですからね。ということはちゃんと技さえ命中させれればそこまででもない。いいよ。雨乞い、お前が雨乞いするや担当かよ。でルンパッパとか出してくるパティーンですね。わかりますよ。だがこっちにはねヘドロバクなんていう優れた技がありますからね。まあ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 、焦らず焦らずに行こう。一回攻撃力上がってしまえばね、違うんだけどね、なかなか上がんないよね、こういう敵に限って。ギャラドス自信かな。まあ威嚇は効かないからいいとして、まあそういう敵のためのジミーなんですけど、ジミーじゃねえよ、蝶野なんですけどね。蝶野行きましょう。そういう敵のための蝶野なんですよ。砂嵐、これで向こうにかかる負担ってのがね出てくるわけだ。こっちは2体が有利な状況だからね。あー龍舞で積んできやがったか。まあ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 、このダメージに期待できねえな、正直無理だわ。一回は耐えれるでしょ。ってことは岩なだれでどんだけいけるか、あと先生の爪が発揮してくれるかどうか。まあ耐えるわな。当たれよ。 OK、 ナイス、強い強い強い、さすがだわ。何持ってんのかな、サイキネ以外で。何持ってるこいつは。シャドーボール、いや違うな、そしたら物理だもんな。雷パンチ、炎のパンチとか考えられるけど、あとはメザパかな。まあ噛み砕けるや自信やっちまった方がいいよな。これ格闘だろ多分。あもう違うの、格闘じゃないんだ。格闘じゃないって分かったらこっちの方が有利だな。格闘じゃないって分かった以上こっちがもう有利なのは変わりはない。まあ大丈夫かな、フーディンは攻撃技しかないだろうし、メザパではどうしようもないでしょう。メザパのタイプが、あしかも今一つだし、メザパの相手のタイプが今一つ分からんな。当たらんのか、なんだろうな、鋼、いや違うな、炎だろ。ゴーストとかかな。いやそうじゃないな、なんだろうな。真面目に分からん。
なんだ草かな。いや草ではないな。草だったらバンギに効果抜群か。まあいいや。あっさりでしたね、ここは。さあ次4戦目行きましょう。では一旦休憩といきましょうかね。